去年買った横川くんが、うん、今プロにステータスを変えて、うん、今度エリートプロの方に出るって言ってることもあって、なんか尾ひれがついて彼はドラッグユーザーだっていうような話がありますけど、それに関しては木澤くんはどういう目で見てますか？もう彼はもう僕は他の場でも発言しましたけど、どう見てもナチュラルかなと、はい、まあ、こう僕はプライベートでも仲いいんですよね。で日本選手権の選手の中で彼と仲いいのって多分僕しかいないんじゃないかと思うんですね。まあここだけの話、彼ってやっぱりこう独特なこの個性があるんで、結構今時の若者って感じで、まあベテラン選手からやっぱちょっとこうちょっと距離を置かれるタイプかなっていう感じですよね。でも僕なんかは結構最初から慕ってくれたし、まあ DVD の中でもね、僕と大森でトレーニングした時にボディービルダーって本当かっこいいなと思ってボディービルダーになろうと思ったって言ってくれてるぐらいなんでね、本当に、まあ、僕を見てボディービルの世界に来た選手でもありますからね、すごい可愛がってますしね。で彼なんかはもうトレーニングも見たことあるし、やっぱりこういろんなトレーニングしてますし、僕が若い頃もぐらいやっぱりこうボリュームもやってますし、あとやっぱ僕の若い頃と何が違うかっていうと、その根性だとかその情熱は変わらないと思うんですけど、やっぱり環境が前も言いましたけど圧倒的に違うんですよね。だからマシンも多いし、サプリメントもしっかり果たしてるし、まあ、相澤君もそうですけどね、だから、言いましたけど、頭打ちかその限界値はそう世代が時代が変わっても変わらないかもしれないですけど、そこまでに行くスピードっていうのがやっぱ圧倒的に速いですよね、今の、若い世代っていうのはね。だし、もう競技人口も増えてきたんで、僕が18歳の頃って日本ジュニア出場者5人とかそんなレベルなんですよ。僕確か1人の年もありました1回。そのくらいやっぱりいないんですよ、若い世代でガチでトレーニングしてる人。で今はやっぱりワンサがいますから、高校生からね大会あるぐらいなんで、下手したら中学生からトレーニングしてますよ。なんでやっぱりそれだけ分母が増えてきたんで、やっぱり逸材っていうのはやっぱりどんどん出てくると思うんですよね。まあ、彼なんかはもう本当に、まさにその例だと思いますね、うん、なんで僕は何も疑ってないですし、みんなが何を疑ってるのかよくわかんないですけど、僕の感覚ではあれぐらいの選手いても全然不思議ではないですしね、うん、で彼がまあ海外で、ね、プロになったっていうのも多分自信があるんですよ。ナチュラルで勝てる、世界選手権でね初出場で4位になって、で周りの明らかにっていう違う世界の人たちと戦った中で4位っていう成績を得たわけですよ、初出場ね。それで多分自信を持ってあと数年やればナチュラルでね、これぐらいのレベルだったらいけるなっていう多分確信を得てると思うんですよね。だからこそプロになったなと思いますね。だからいわゆるプロとはちょっと意味合いが違うのかな。